はい、今日紹介するおもちゃはこちら。おもちゃじゃないですね、ゲーム機になってます。任天堂スイッチを購入してきました。イエーイ。はい、現在任天堂スイッチの相場の価格っていうのは楽天さんを見る限りだとやっぱり定価よりも はるかに高く4万4000円前後とかそれぐらいしますよね。で、中古でもやっぱり3万円以上します。で、僕が購入した価格っていうのが、まあ、一応中古ですね、中古で相場ぐらいの価格で購入しました。はい、開けていきましょうか。かっこいいですね、スイッチ。人生初スイッチではございません。はい、2つ目ですね。どっから開けるんだろう。はい、わかりました。ここですね。これを下にやって、はい、箱を上に上げる。そしてね、僕一回ちょっと開けてね、電源つけちゃったんですよね。だけどもう一回ね、取り出していきましょう。はい、では早速取り出していきましょう。ね、これ見た感じ新品風に見えますね。新品風に、ほら、めちゃくちゃ綺麗ですよね。どうですか。うん、新品風には見えます。まあ多分新古品だったのかな。うん、新古品だと思います。で、コントローラーがね、2つ、オレンジとブルー。はい、じゃじゃん。あと電源入れるだけでしょうか。電池は、あ、設定ですね。設定、ちょっと設定やっていきます。利用規約を見る。まあ、見なくていいんですけど、一応同意だけねしないといけないんでね。で、基本的に僕ゲームやらないんですよね。はい、あのゲームはやらないんだけど、子供がゲームやってて、子供、男の子2人がスイッチ1台を取り合いしてるって感じですね。まあ、そのうち娘も大きくなってきて、まあ、子供3人で、まあ、スイッチの取り合いをするのかもしれませんよね。ジョイコンを取り外してみましょう。はい、外しまーす。はい、次行きます。お、ジョイコンの取り外し方、はい、知ってます。はい、次。お、選べるんですね。新しく作るでいきましょう。マリオ、やっぱりね、エゴ社長といえばマリオ。マリオ、名前はレゴ。レゴ、レゴ、まあ、レゴでいっか。はい、あとで、もうこれあとでいきましょう。このままで OK。 あ、これね、月額料金払ったら無料でね、新しく遊べるようなモードとかも追加されてますよね。はい、準備ができました。お、ホームボタンを押します。じゃあちょっと記念してね、スーパーマリオブラザーズ U デラックス、はい、ワンステージだけさせていただきます。すいません、ちょっとだけね、実は進めてるんですよね。お、始まった。これ4人でできますね。ま、っていうか、まあみんな知ってますよね。あれ、あ、そっか、新しい本体だからデータは引き継がないって感じですね。まあそうですよね。よし、あ、マリオ、ルイジ、キノピコ、キノピオ、ピーチ姫ですね。キノピコはね、レゴマリオでも商品化されてましたよね。うぅ、クッパ空飛んでますね。これは、Wii の移植版のゲームだったのかな？いや、違うか。どうだろう。ニュースーパーマリオブラザーズ U と似たようなものがありましたね。お、お、お。はい、ピーチが、おぉ、さらわれる、いつも通り。っていう感じではなかった。投げられて、はい、助けに行くみたいなね、そういう流れですね。おっと、木にぶつかりましたね。おぉ、どんぐりが飛んできました。これ、どんぐりっていうのかな？あ、ヨッシーさん。ピンクとブルーのヨッシーさん見ましたね。使ってみたいけど、このマリオで使えたのかな？ちょっとね、一度クリアはしてるんですけどね、もうだいぶ昔なのでね。お、走ってますね。頑張れ。走ってください。よし、クッパを追いかけるぞ。お、意外とピーチ姫のお城近いですね。すぐにたどり着けそうな感じはしますよね。はい、マリオステージにやってきました。クッパとその息子たち、古墳。はい、これをクリアしていく感じですね。今日はね、ちょこっとだけやっていきたいなと思います。はい、空を飛んでますね。はい、やっていきます。1の、一面ですね。お、パックンフラワーもいる。お、ちょっとね、キャラクターの名前がね、よくわからない。勉強しないといけないですね。どんぐり平原、スタート。ヘキサゴン。
よし、じゃあやっていきましょう。ちょっとやっていきましょう。操作変更しましょうか。ちょっとお待ちくださいね。これ、これでいいのかな？何も変わってませんけど。よいしょ、よいしょ。お、やった、キノコ。あ、これ、このどんぐり欲しい。うわ、どんぐり、待って。うわ、うっそだろ。仕方ないか。よーし、進めていきます。あ、どんぐりは持ってませんね。あ、キノコ。一番最初のステージだから。どんぐり、行かないで。どんぐり、あの、うわ、しまった、マジか。あー、どんぐりね、逃してしまった。はい、これはどんぐり持ってませんね。よし、キノコもらえた。キャプチャーボード購入してるんですけどね、使えなかったんでね、また新たに買い直してます。お、どんぐり持ってないのに飛んでこないで。これは下落ちていけるか。もうこのゲーム実況してる方ってみんなね、共通してることがあるんですよ。何かわかります？みんなね、うまいんですよ。本当にうまい。ただうまいんじゃなくて、本当にプロじゃないかなっていうぐらいね、みんな上手なんですよね。まあゲーム実況するってなるとね、結構厳しいですね。素人が参入する余地はない。けど、どうかな。あ、これどんぐり持ってなかったんかよ。はい、行きましょう。で、目標はね、このゲーム実況をする目標としては、はい、ターゲット層はね、幼稚園児からね、小学生って感じですね。はい、なんで小学生から幼稚園児かっていうと、はい、僕のね、長男と、息子、次男、ゲーム実況大好きなんですよ。で、ゲーム実況見てる人ってね、見てる子っていうのはね、やっぱり子供が多いんじゃないのかなと思いますね。あの、僕の子供やっぱレゴの動画見ないんでね、はい、ナオズさんとかレゴ社長の動画見なくて、やっぱり MK さんとかミラクルグッチさんしか見ないっていう感じなんでね。だからターゲット層自動的に幼稚園児から子供になるって感じですね。はい。いいお兄さん、いいパパを演じれるように頑張るぞ。はい、続いて 1-2 ですね。パックンフラワー。で、あ、パックンフラワーですね、下にいるの。レゴマリオだとちょっと大きかったからね。あ、フラワー。よし、フラワー。2つもいらない。あ、アイテムはこのマリオストップ。ストックできないんですね。よーし、行きましょう。あ、これね、下はコインなんですよ。よし。うら、おりゃ。最初の方はね、やっぱり簡単ですね。あとあと、しっかりとね、クリアね、うまいことできるか、それが心配。そろそろアイス出てもいいんじゃないですか、アイスマリオ。これ、アイスありそうな感じでないのかな。楽しい、気持ちいい。わ、やってしまった。あ、まあ、いいか。はい、ジャンプ。はい、ここはね、お、滑って。1キャップ取れるのかな？そんな勢い。よし。気持ちいい。あ、やった。これ、アイテムがある。ラッキーフラワー。やった。よし、炎でしっかりと確実にやっつける。もう今回はね、クリアが目標なんで、ドカンとかそういうのも全部無視していきます。よいしょ。ほら、フラワー、パックフラワー。効かないぞ、パックフラワー。うわ、やってもうた。よし、もうゴールですね。よいしょ。よし、行くぞ。これ、ゲーム実況者とかだったら大体これ1キャップ、あ、1キャップ取れたわ。よかった。オッケー、マリオタイム。よし、コースクリア。次行くぞー。これ結構気持ちいいですね。気持ちいい。ふう。まあけどこんな古いゲーム誰が見るんだよって感じですよね。あ、なんだ、画面が、あ、ピーチ城。これピーチ城はね、
スーパーマリオオデッセイでもよく出てきてましたよね、ピーチ城。助けますよ、ピーチね。マリオが助ける。あ、なるほど。これ、ぐるぐる歯車の砦。なるほど。レゴマリオでもこれ商品化されたら売れそう。ちょっとね、よし、やっていこうか。あ、やった氷マリオ。これは気持ちいいですね。気持ちいい氷。よし、行くぞ。はい。上に行く。はい、お、なんもないんかよ。お、これはね、やっぱ最初のステージなんで簡単ですね。よし、カロン。あなた、レゴマリオにもいましたよね、カロンちゃん。レゴマリオでもいましたね。スターじゃないと倒せないキャラクター。よし。あ、もう中間ポイント。よし。あ、上は何もない。キャプチャーボードね。今注文してる。また新たに注文したんでね。よかったらね、皆さん、楽しみにしててください。あの、レゴの視聴者層は多分あんまり興味ないと思いますけど、ね。それでも、なんていうのかな。スターウォーズのゲームとか発売されたらね、やってもいいのかな、なんて思っております。そして過去にね、あの、レゴのゲームをやったことはあるんですけど、レゴのキーゲームね、アベンジャーズね、2本ぐらいやりましたけど、クリアできませんでしたね。はい、レゴのゲームってどういうゲームかっていうと、結構謎解き系が多いんですよね。そー。はい、皆さん、こんにちは。はい、息子も参入させていただきます。二人でやっていきたいなと思います。はじめ。はい。はい、僕、ルイジですよ。はい、ルイジでやってください。はい、こっち来てください。早く来てください。キノコあげるんで。はい、振って振って。振って。そう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 。で、キノコ取って。キノコ。あ、はい。あ、どっちか。はい。じゃあ、おじさん。おじさん、これ取るね。はい。はい。で、行ってみ。こっち。おーっと、早い。おじさんがダメ。うわ、惜しいんだ。よし、やった一ジャック、嬉しい、気持ちいい。よし、倒していくよ。はい、ここね、ほら、はい、フラワー、あー、フラワーがある、取って、スクラワー。なんで取らないの、もったいない。間違えた、ブンブンが。え、怒ってる。はい、ほら、行け、ほら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 、固まれ、固まってろ、うん、あと一発、踏んでください、踏んでください、踏んでください、やってくれ、うわ、あと一発、うわ、よし、ブンブン倒したぞ、うれしい。いや、気持ちかった。気持ちかった。気持ちいいな。バギューンって倒す。はい、今回はね、キャプチャーボードを使わずにゲーム実況をさせていただきました。はい、一応ね、僕の家庭にはスイッチが2つあるっていうことなので、マリオカート、あの、新しいマリオカートが発売されますよね。一応、マリオとルイジ両方購入して2人でね、ちょっとプレイしたっていう動画もね、上げてさせていただけたらなと思います。よかったら皆さんのご意見やご感想もお願いします。うん、バイバーイ。ご視聴いただきありがとうございます。ぼかして